プロストグランプリとは1997年から2001年まで会一に参戦したフランスのレーシングチーム。同じフランスのリジェを買収して誕生した。創設者兼オーナーは元会一ドライバーのアランプロスト。チーム創設者のアランプロスト会一で4度のワールドチャンピオンを獲得したアランプロストは現役時代より何回か自らの F1 チームを立ち上げようと試みていた。 マクラーレン時代の1989年には、名優であり、マクラーレン MP4 シリーズのデザインなどで有名な、ジョン・バーナードと共同で、チーム設立を試みた。この時は、ルノーエンジンの供給を受け、ファーストドライバーは、プロスト自身、セカンドドライバーは、エリック・ベルナールを迎え、オールフレンチ体制で臨むことが内定したと、噂されたが、スポンサーを得られずに話がご破産になり、 結局、プロストは、フェラーリ入りすることになる。1991年に、フェラーリを解雇された直後には、やはり、バーナードと組んで、イギリスのトムスギガバイトを母体に、会一チームを立ち上げようと試みた。プロストらは、トムスの事実上の親会社であり、当時スポーツカー世界選手権参戦用に、トヨタ TS010 を開発していたトヨタに、 同社に搭載される3.5リッターな V10 エンジンを供給してもらうことを目論んでいたが、最終的にトヨタにエンジン供給を断られたため計画は頓挫した。そのためプロストはリジェ買収に方向を転換し、まずはドライバーとして自らリジェのマシンをテストドライブしたが、オーナーシップの譲渡について交渉がまとまらなかったこと、ルノー V10 エンジンを得てもチャンピオンシップを争う。 レベルではないと判断。1992年シーズン1年間の老人生活を送る決断を下した。翌1993年、ウィリアムズに加入し、ワールドチャンピオンに輝き、優秀の美を飾る形でを引退し、テレビ解説者を務めながら新たな機会を探った。ホンダ撤退後、最強エンジンメーカーであったルノーのアンバサダーに就任したが、 ルノーから支援の確約を得られなかった。その間にも、リジェの所有権は創始者のギリジェ、シリルド・ルーブル、フラビオ・ブリア・トーレ、ブリア・トーレとトム・ウォーキン賞の共同、と転々としていた。1996年、モナコ GP で、リジェのオリビエ・パニスが優勝したことから、フランス国内で、フランスチームの復権を望む機運が高まる。オリシも、 冒金障害ジェの完全買収が座礁に乗り上げたことで手放す。プロストは各方面から後押しを受けて1994年に会一に参戦して以来まだ勝利のないプジョーと接近しリジェ買収に名乗りを上げた。プジョーとの提携及び理事からのチーム名変更はプロスト本人よりも正解や出資者の意向だったとされる。 名称変更には全チームの承認が必要とされたが、プジョーエンジンを失う可能性があるジョーダンが反対したため参戦決定までが難航した。1997年2月14日にプロストグランプリの発足が正式発表され、合わせて1998年より3年間契約でプジョーエンジンの供給を受けることがアナウンスされた。リジェ時代から続くゴロワーズタバコのほか、 アルカテルやカナル、ビッグなどのフランス系企業ともスポンサー契約が結ばれた。チーム発足はシーズン開幕2週間前だったため参戦初年度はリジェの体制をほぼ引き継いでスタートした。新車 JS45 に無限ホンダエンジンを搭載する。ドライバーはエースドライバーのパニスが残留し、無限の支援を受けて会一デビューする中野新次のラインナップ。この年より、 タイヤ供給を開始したブリジストンと契約した。前半戦は、ブリジストンタイヤユーザーの先鋒となり、エースドライバーのパニスが2度表彰台に上るなど、好調な滑り出しを見せた。しかし、パニスが、カナダ GP で両足を複雑骨折し、戦線離脱してしまった。次のフランス GP ではミナルディからヤルノ・トゥルーリを、招聘し、中野とトゥルーリのルーキーコンビを組んだ。 トゥルーリは3戦目のドイツ GP で4位入賞すると、オーストリア GP ではスタートからトップを独走。エンジントラブルでリタイアするまで見せ場を作った。続く終盤3戦はトゥルーリに代わり、負傷が癒えたパニスが復帰した。リチェ時代より無限ホンダエンジンの貢献度は高かったが、チームはシーズン開始前にプジョーと契約しており、98年から、 プジョーエンジンが無償供給されることが決まっていた。無限の後押しでシートを得た中野は、チーム内で完全に礼遇され、テストやセッティングも許されず、パニス復帰に伴い解雇されるとの噂が囁かれた。加えて、プジョーの関係者をファクトリーに招き、無限の了解を得ずにエンジンを見せるなどしたため、中野を乗せないならその時点でエンジンは供給しないと、無限はコメントを出すなど、 両者の関係は緊張したものになった。中野は2度入賞したが、この年限りでチームを離脱する。チーム成績は、パニスの2度の表彰台を含めて、入賞8回で、コンストラクターズ順位は変わらず6位だったが、リジェ最終年を大きく上回る21ポイントを獲得。AP01。ドライバーは、オリビエ・パニスチームとしてのニューマシーン AP01 が完成し、 待望のプジョーワークスエンジンを搭載。ドライバーはパニスが残留し、中野に代わって、前年、パニスの代役を務めたトゥルーリが、セカンドシートに座った。また、エンジン供給活動を休止したルノーから、ベルナールデュドを引き抜いた。オールフレンチ体制で期待がかかったが、ロイックビゴは作の AP01 は見栄えこそ良かった。ものの、グルーブドタイヤへの対応に失敗。 また、プジョーエンジンの信頼性不足もあり成績は全くの期待外れであった。パニスもトゥルーリも回を走るのが精一杯で入賞はベルギー GP でのトゥルーリの6位1回のみ。それもトップから2周遅れだった上、優勝したのは皮肉にもエンジンを交換する形となったジョーダン、無限のデーモンヒルであった。パニスは回1デビュー以来初のノーポイントに終わる。 コンストラクターズランキングは9位。失意のシーズンであった。AP02。ドライバーは、ヤルノトゥルーリップ上エンジンとのジョイント2年目。前年の失敗を繰り返すマジとばかりに、プロストは人事強化に力を注いだ。ジョン・バーナードやアラン・ジェンキンスを招聘するが、肩書きばかりの人事で全くまとまりがないものであった。ドライバーは、パニスとトゥルーリが残留。パニスは、 地元フランス GP で予選3位につけながら決勝は8位。日本 GP では予選6位から絶妙のスタートを決め、一時3位を走るもリタイアするなど時折速さを見せたが、結果は入賞2回だった。トゥルーリはスペイン GP で6位入賞。ヨーロッパ GP では天候の混乱を我慢して2位初表彰台を獲得した。 合計9点でランキングは7位になるもやはり不満の残る結果に終わった。ちなみに、このヨーロッパ GP での2位が、プロスト・プジョーとしての最上位であった。パニスはマクラーレンでのサードドライバーの道を選び、トゥルーリはジョーダンに移籍する。また、プジョーはこの年限りでの F1 撤退を示唆したが、プロストの説得により翌年も参戦することになった。ドライバーラインナップを一新し、 フロストのフェラーリ時代のチームメイトだったジャン・アレジがザウバーから移籍。さらにメルセデスの秘蔵っ子で1999年国際会3000チャンピオンニック・ハイドフェルドを迎え入れた。しかしアラン・ジェンキンスとフランス人エンジニアが不仲で開発もままならず、ジェンキンスは中盤で離脱。二人のドライバーもノーポイントに終わり、同じくノーポイントに終わったミナルディより、 乾燥率などの成績を下回り、全11チーム中最下位の成績に終わった。プジョーとは互いに成績不振の責任を押し付け合うほど関係が悪化し、プジョーはアジアテックにエンジン開発部門を売却して、会一から撤退した。プジョーエンジンを引き継いだアジアテックは、翌年の供給先をアローズに変更したため、プロストは代替エンジン探しに苦労することになる。 ハイドフェルドはザウバーに移籍するが、アレジは残留する。AP04。ドライバーは、ジャン・アレジ・フェラーリのカスタマーエンジン獲得にこぎつけ、台湾の IT 企業エーサーのバッジネームをつけて使用。タイヤはミシュランにスイッチした。エンジン使用量に加えて、ゴロワーズなどのスポンサーが次々に撤退したため、資金繰りが悪化。ザウバーのドライバーだったペドロディニスが、 電撃的にドライバーを引退し、チームの株式40%を持つ共同オーナーに就任し、彼のスポンサーマネーでシーズンを戦うことを選択した。ドライバーはアレージに加えて、パンアメリカンスポーツネットワークなど南米のスポンサー獲得のためにガストン・マッツァカーネを起用する。 アレジは12連続乾燥と気を吐いたが、カナダ GP で5位入賞した嬉しさから観客席にヘルメットを投げ入れたところ、一緒に高価な無線装置をなくしてしまったことに、プロストが激怒、両者の関係は悪化してアレジは、ドイツ GP を最後にチームを離脱し、ジョーダンに移籍。代わりに、ジョーダンを解雇されたばかりのハインツ・ハラルド・フレンツェーンが入れ替えの形で収まった。セカンドシートの方も、 マッツァカーネに至っては、遅すぎるとの理由で4戦で解雇。ペドロデラロサの獲得を試みたが、ジャガーに取られ、そのジャガーを解雇されたルチアーノ・ブルティを起用した。ブルティは、ベルギー GP の大クラッシュで欠場に追い込まれ、終盤3戦は、トーマス・エンゲを起用。結局、5人のドライバーが入れ替わる事態となった。獲得ポイントはアレジが稼いだ4点のみ。ランキングは9位。 フレンツエンは、ベルギー GP で予選4位に入ったがそれ以外に、見るべきものはなかった。資金的に目標に追い込まれたプロストは、ディニスにオーナーの座を譲り、ルノーのセカンドチームに転じるという策を模索したが、ディニスが2001年夏にチームを離脱したため、不成功に終わった。2001年11月27日、プロストは、ベルサイユの商業裁判所に、自己破産を申請。 裁判所の管理下で新たな出資者を探しつつ、新社 AP レゴの開発を続けた。しかし、裁判所が再建不可能と判断し、2002年1月28日にチーム消滅が決定した。負債総額は2000万ポンドであった。一時は、イギリスのビジネスマンであるチャールズ・ニッカーソン率いるフェニックス・ファイナンスが、チームの資産を買い取り、フェニックス・グランプリとの名称で、 第1海一に参戦するとの情報が流れた。ドライバーは、タルソ・マルキストがストン・マッツァ・カーネと契約し、ニッカーソンと関係があるトムを黄金賞率いる、アローズ製エンジンを搭載した、AP04 を2002年、第2戦マレーシア GP に持ち込んだが、国際自動車連盟は参戦を認めなかった。先頭に、アランプロストンのイニシャルである AP が監視され、その後に連番として01から始まり、 更新順に番号が振られた。本来なら参戦者年度の車は AP01 となるはずだが、車自体はすでにリゼとして参戦することを前提に番号が付けられていたため、リゼ時代の JS45 をそのまま使用し、翌年のマシンに AP01 を付けた。ありがとうございます。